もうやりにくいったらありゃしない。それ当たれ当たれ当たれ。ガンマのくせに。だけどあの攻撃当たると絶対にヤバいのです。野生の勘ってやつ。大正解。最強ガンマ様の攻撃は当たれば即死の一撃必殺です。粉み人になってそろそろって風にさらわれちゃうよ。動きが読めないのはいつものことだけど、破壊力が本当に笑えないわね。じゃあ行きますよ。それ消えた。避けて。わあ、いつの間に。クレアさん、どう、私最強でしょ。これはたった一撃で、これとんでもない力ね。ガンマ、元に戻してあげる。方法はまだわからないけど、必ず、必ずね。私は元に戻らなくても一向に構いません。っていうか、絶対に嫌なんですけど。非力でいつも影に隠れていて、お金を稼ぐことしかできない。そんな最弱な私、何の意味もないですし。誰もそんなこと思っちゃいないわよ。それがあんたの本心とも思えないけど。はイプシロン。しっかりして。次は誰ですか。負ける気がしませんね。ええ、よく分かったわね。だがそのやり方だと時間は稼げるが、好きなんて生まれるかどうか。その点は大丈夫よ。ガンマのことは誰よりも分かってる。分かった。そこまで言うなら任せよう。作戦会議は終わりましたか？どれだけ考えても全部おぶっ飛ばしてあげるから意味ないと思いますけど。全部巻き込んで切り刻んでやります。おーりゃー。よけ。
な。あれは動きを予測してるんじゃない。見てから避けている。当たったわね。ほらもっと速くなるわよ。おい、このままじゃ。大丈夫よ、避け続けていれば必ず。それ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 、いい加減ぐちゃぐちゃにぶっ潰れ。うわ、今はっかん。それがガンマよ。しかし、なんとか制圧はできましたけど。被害が大きすぎる。イプシロンもクレアもやられてしまった。ああ、お願い、こんな時こそ時間が戻ってくれれば。リリ、そっちはどうですか？はい、大丈夫そうです。これだけ被害があって、大丈夫も何も。何が何だか。イプシロンさんの治療も終わりました。これで問題ありません。アルファ様、私血を流しすぎて意識も消えかけてたんですが、生きてますよね。ええ、お二人とも生きていましたから。だから治せました。言っている意味がわからないのだけど。でも彼女が魔力を込めると傷口から生えてきた。生え、済んだのならさっさと行くぞ。そいつは見張りでもつけて牢に放り込んでおけ。あ、ありがとうオリビエ。そしてリリー、助けられたわね。いえいえ、私たちもう仲間ですから。別に。あ、おい、ちょっと。え、なんか機嫌悪くない？なんで？これが三英雄、とんだ化け物ね。こう？最強ガンマ様復活！私がやられるとか？嘘じゃん！え？たった今取り押さえたはずなのに。懲りないな。何度やっても結果は変わらない。それはどうかしらね。えいや！何？竜巻が一振りで、そんな。あオリビエさんが。さあ、次はあなたたちの番よ。月までぶっ飛ばしてクレーターを増やして差し上げますわ。飛ばされる。ダメ、このままじゃ全滅してしまう。心地の良いそよ風だな。え、そんなまさか。ガンマ、そのざまでは先へ連れて行けない。ここまでだ。シャドウ様。まさか。
クガク、本物、ドキドキ。いえ、そんなわけないわ。騙されちゃダメよ、ガンマ。あなたはできる子なんだから、偽物なんか、はい、ぶっ飛ばせだ。飛んで行くがいい。好きだろうが、どこまででも好きなところにな。いやシャドウ様、本物なのですか。姫よ、そのあどけない瞳には我が勇気に映っているのか。いえ、シャドウ様、偉大で神々しいお姿です。きっと生きていらっしゃると信じていました。機は熟した。この世界を統治してシャドウ様キングダムを作る。ああ、シャドウ様キングダム、毎夜眠る前に語っていただいていたあの悲願をついに実現されるのですね。そうだ。さあ姫、手を。はい。我と共に新たな時代を築くのにふさわしい人はただ一人だ。シャドウ様、行き着く先が地獄でもついていきます。おめでとう、ベータ。彼の隣はあなたのものよ。さあみんな、拍手で見送りましょう。拍手喝采、大歓声。旅路への第一歩にふさわしいな。まったく、シャドウ様にふさわしいのはあなたしかいないわね。おめでとうなのです。おめでとう。おめでとう。私、必ず彼と一緒にシャドウ様キングダムを建国して幸せになります。というわけなの。あなたの話を信じるなら、そのアーティファクトを使えばシドは生き返ることができるのね。ええ、あなたの弟だけじゃなくてシャドウもね。つまり不可逆の懐中時計を持っている黒幕を捕まえて奪い取ればいいってことだね。元の時代に戻るための手がかりもそのあたりにありそうです。今後の指針にするとして、ガンマはどうします。彼女はこのまま幽閉しておきましょう。元に戻せるかはわからないけど。見張りはつけておく。そうね。ベータ、どう思う。さま。ベータ。はい、シャドウ様の話ですよね。シャドウではなくてガンマよ。あなたどうしたの。ごめんなさい、少し疲れが出たみたいで。まあいいわ。ユキメ、見張りをお願いできるかしら。はいはい、お任せを。これから私たちは黒幕を探し出し、不可逆の懐中時計を手に入れなければならない。そのためにまず、フレイヤ、あなたたちに協力してディアボロスを倒すわ。わかりました。ええ。じゃあ今後の動きだけど。待って待って。どうしたのかしら。展開が急すぎてついていけないんだけど、なんでさらっと流してるわけ。そうすることで互いにメリットがあるからよ。あの、わからないんですが、不可逆の懐中時計を見つけるという話が、なぜディアボロスを倒すという話に。私たちにとってはありがたいのですが。シャドウやシドの復活にはディアボロスを倒すことが必要不可欠だからよ。黒幕は不可逆の懐中時計によってシャドウをこの時代に呼び出した。シャドウだけではなく、私たちまで呼ばれてしまったのは黒幕にとっても計算外だったでしょうね。しかしシャドウはディアボロスに負けて死んだ。そしてその直後、時間が巻き戻った。シャドウが死んだ後の時間に。黒幕の目的がシャドウという男なら、不可逆の懐中時計で
シャドウが死ぬ前に戻るはずです。ですがそうしなかった。それはなぜか。しなかったのではない。できなかったのだと思います。つまり、ディアボロスが不可逆の懐中時計に影響を与えて、時間速報の邪魔をしているってことね。その通りです、サラさん。せっかく強力な魔力を取り込んでパワーアップしたんだもの。やっぱなしでってことにされたらたまらないわよね。ええ。だからシャドウとシドの生きている時間に戻るには、障壁となっているディアボロスを倒さなくてはいけない。そしてその間に黒幕も見つける。これがシャドウガーデンの目的よ。ディアボロスを倒す。黒幕を見つける。そのどちらも私たちの目的と合致しています。だから協力する。もっとも黒幕はあなたたちの中に潜んでいると私は考えていますがね。あら、私はあなたたちの中にこそ黒幕はいると思っているわ。この時代で成し遂げたい何かがある。そのために過去にシャドウを呼び寄せたのではないかしら。過去を変えることで理想の未来を手に入れたい。そんなことを考える輩はどの時代にもいそうだけど。落ち着いてください。お二人とも互いに協力するんですよね。疑うことをやめてもっと歩み寄りましょう。本来ならディアボロスは私たちだけで倒せた。お仲間が余計なことをしたせいなのに共闘を持ちかけるのか。何ですって？彼の魔力を吸収したことでディアボロスが手に負えないくらい強力になってしまった。少し迂闊だったかもな。愚かというか万有というか。愚か？万有？まるでデルタを指すかのような。その単語はシャドウ様を表すのに非常に不適切です。即座に撤回してください。今デルタの名前呼んだ？難しい言葉いっぱい。何言ってるか分かんないのです。シャドウ様は偉大なお方です。英知に富み、崇高な理念のため粉骨砕身お働きになり、比類なき力を持ちながらおごることがない人格者。今回の件も自分の死を予測し、復活するまで全て織り込み済みの計画に違いありません。つまり愚かでも万有でもないのです。ベータ、ちょっと落ち着きなよ。なぜならシャドウ様は全てを超越した方ですもの。彼が歩けば花が咲き乱れ、星は流れ落ち、敵は地に伏せる。そして鳴り響く管弦楽団のファンファーレ。呆れた。話してるうちに妄想の世界に入ってるわね、これ。まったく、本当によくわからない人たちですね。聖教の上の方々にどう報告したものでしょう。討伐できませんでした。謎の未来人を取り込み超進化しました。私たちもディアボロスの犠牲になりましたが、時間素行の能力により蘇りました。頭が痛い。わかりませんでいいだろう。どうせ説明できないんだ。それは聖教への背信行為ね。ねえオリビエ、いつも言っていますが、私たちは聖教に拾われた恩が。いえ、すべてありのままに報告しましょう。皆さん、きっとリリたちを信じてくれます。だって同じ聖教の仲間なんですから。だと好きにしてくれ。もういいです。初めからあなたたちは頼りにしていません。私が何とかします。少し驚きました。素の彼女はあんな感じなんですね。それを言うなら最初からイメージとは違ったよ。歴史上伝わるフレイヤといえばミドガルを建国し民に寄り添う優しき人格者だ。でも目の前の彼女はそれとは違う。まあフレイヤにだけ言えることじゃないけど、後世にまで伝わるものにはもしかすると虚像や脚色が入り混じるのかもね。とにかく好きにしてくれ。どこに行くんですか？その辺にいる
話がまとまったら呼べ。のんきに昼寝でもする気ですか？そんなところだ。ねえ、聞きたいんだけど。誰だ、お前。あなたは何のために戦ってるの？なぜそんなこと。答えて。暇つぶしだ。暇つぶし？それだけの才能を持っていながら？私の理想とする人は決しておごらず、常に努力をして自分自身を磨いていた。なのにあなたは。努力で振るう剣は美しく、才能で振るう剣は傲慢だとでも。未来人はよく喋る。力を得た過程がそんなに重要か？話し合いの結果には従う。勝手にしてくれ。許せない。アレクシア王女、今剣を持っていきましたよね。まさかやり合おうって？あらあら、手を組みましょうって時に切り合いはご法度でありんすよ。まったく、様子を見てくるわ。場合によっては止めないと。理解できないな。自分の前に剣を抜いて立つ意味が分かっているのか？そんなのどうでもいいわ。もっと大事なことがあるのよ。盆栽が。他愛もない。剣を向けてきた覚悟はできているな。では。オリビエ！ふん。どうして彼の剣が破れて、あなたの剣が生き残るの？天才の剣の道の方が優れているとでも？彼がいなくなってしまったのなら、私が証明する。この剣の道が劣ってなんかいないってことを。己を信じてあがき、高みに至ろうとするか。それは、私の最も嫌いな、持たざる者の剣だ。アレクシア王女、傷の手当てをしましょう。今肩を。必要ない！あ、いえ、ごめんなさい。肩を貸してくれる？ええ、もちろんです。アルファ様、オリビエは今本気で彼女を？そうね。あまり追求しない方がいいですよ。今後の関係に遺恨を残したくはないでしょう。とにかく、ディアボロスとあなたたちの件は聖教にはうまく報告しておくわ。と、それよりも、アルファ、もっと建設的な話をしましょう。ええ、賛成だわ。ディアボロスを直接叩く前に、配下の吸血鬼を倒しておきましょう。戦力を削いでおく。構いませんか？そんなの回りくどいのです。ディアボロスと戦おう。デルタ、黙って。戦力を削ぐのに異論はないわ。ディアボロスと戦っている時に吸血鬼の軍勢が押し寄せてきたら厄介だもの。何か吸血鬼の情報はあるのかしら？私たちが叩いておくべき相手は、ディアボロスの配下で最大勢力の一派を率いる吸血鬼、ゲキツヨンです。まずは明らかになっている奴の拠点の一つを潰しましょう。拠点が分かっているのに今まで何もしてなかったの？その拠点には西と東に入り口があり、掃討するには二手に分かれて突入する必要があるんです。ですので隊が二つに分かれてしまう。片方は私が指揮をして、もう片方はサラサに指揮を任せてもよかったのですが、少し荷が重いかもと手をこまねいていました。でもあなたなら。いいわ、協力しましょう。東西の入り口は離れています。山脈を挟む形になっているので、東側の入り口に行くにはそれだけで数日を要します。東側へは私たちが参りましょう。こちらの到着を待って、
あなたたちは西側の入り口から突入してください。ええ、わかった。ただそちらの陣営にベータとゼータをお願いするわ。二手に分かれるのなら、そっちに知った相手がいた方がタイミングを取りやすいの。問題ありません。待って、私もいいかしら。え、これは私にとってはシドを救うための戦い。ただの足手まといにはならないわ。自分の弟は自分の手で取り戻す。ええ、いいわ。ならベータやゼータと一緒に東側に同行してちょうだい。フレイヤはそれで問題ありませんよ。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。しかし、そういう理由であれば私たち側の人間もそちらにいた方がいいですね。ノンナとルージュにお願いします。承知。はいはい、了解。とはいえ、あまり多すぎても目立つでしょうね。西側は、そうね、私、イプシロン、イータ、アレクシア、ウィクトリア、ノンナ、ルージュで行くわ。では東側は、私、オリビエ、リリ、サラサ、ベータ、ゼータ、クレアでどうでしょうか。わかったわ。詳しい作戦を立てましょう。拠点に戻ってるわね。ゼータ。うん。わかってる。向こう側のメンツを見張ればいいんだよね。ええ、素性が全く知れない相手だもの。それに食えない人よ。あちらからも自然に送り込まれてしまったわ。頼んだわよ、ゼータ。数日一緒にいれば見えてくるものもある。探ってきてちょうだい。時間ね。東組も到着しているはずよ。もう疲れた。帰っていい？いいわけないでしょ、これから突入するって時に。これより西側の入り口から中へ入り、拠点内の吸血鬼を殲滅します。全員突入。奇襲の成功で攻略は順調ね。油断はできないけど、制圧完了は近いわ。アルファ様、ご無事ですか？ええ、私は大丈夫。まだ制圧が済んでいない地点のサポートに入って。了解です。アルファ、周辺の吸血鬼が減ったし、奥を偵察してきてもいいか？ええ、任せるわ。何かあったらすぐに戻ってきて。了解。ノンナとルージュ、さすがにオリビエには負けるけど、かなり優秀な部類だわ。はぁ、イプシロンはもちろん、559の動きも悪くない。私は離れて見てるね。問題は、オリビエとの一件が尾を引いているのかしら。心配だけれど、手を出すのは不遂。今は見守った方が良さそうね。東組は大丈夫かしら。向こうに行ったお仲間の心配？ベータとゼータだっけ？そうね、数日間も一緒に過ごすには癖の強い人たちだもの。言えてる。オリビエとか謎多き人物だよね。あなたも詳しく知らないの？出会った時からあんな感じだから。昔は違ったって話は聞くけどね。そうなの？正義感が強くてまっすぐな性格だったらしい。その話が本当なら、性格が変わるような何かがあったってこと？家族を吸血鬼に殺された。え、オリビエが組織に来たのはその後のことらしい。そこで細胞に適合して才能に目覚めたんだと。でもその時点で強くなってももう遅いよね。家族は死んじゃってるんだし。これは私の想像だけど、オリビエは戦う理由が見つからないんだと思う。あなたの想像が事実なら厄介なものね。大事なものが過去にある人はなかなか変われないのだから。達観してるね。アルファみたいな人は意外と合うかもしれないよ。オリビエと？彼女ともだし、リリやフレイヤともね。
リリは生まれた時から組織にいて、組織に育てられた。きっと途中で入った人間にはわからない辛いこともあったと思う。それでも彼女は他人に当たったりしない。反対にみんなを励ましてる。誰かがリリを聖母って呼んでた。彼女にぴったりだ。聖母ね。フレイヤもそうだよ。厳しくて融通が効かないところはあるけど、彼女の指示には迷いがない。実は誰よりも仲間思いなんだろうね。だから仲間を守るために厳しくなったのかもしれない。全部あなたの推測よ。そうだよ、彼女たちを信頼する仲間の推測だ。そこそこ芯を食ってると思うけどね。今のはアルファ、この周辺に目立った吸血鬼はいない。それから姿は確認できなかったけど、どうやら東組も無事に突入して戦っているみたい。そう、よかったわ。アレクシア！まあ待ちなって。アレクシアが押されて苦しんでる。助けないと。助けられる方が苦しいこともあるんだよ。どういう。あれが押されて今にも死にそうな目に見える？いや、異様な執念すら感じる。彼女はまだ戦ってる。それをガイアが勝手に助けなきゃなんて思って余計な手出しをしたら？分かった、もう少し見守ることにする。それがいいよ、アレクシアに刺されたくなかったらね。ねえ、もしかしてだけれど、あなたたち付き合いは長いの？おお、そうだよ。よくわかったね。私たちは西国の出身。流浪の旅人として、この国へやってきたんだ。旅をしながら、たくさんの吸血鬼を葬ってきた。ルージュは腕が立つからね。組んだ時からずっと頼りっぱなしだよ。ルージュがいなかったら生きていけない。大げさじゃなく、そう思ってるよ。またすぐ、調子いいことを。そんなこと言われたら、私は。もしかして、ルージュはノンナを。なんて、私が考えることじゃないわね。シャドウ様、玉座からの景色はいかがですか？世界の統治は瞬く間になった。何の考えもない。それに重要なのは過去よりも未来だ。このシャドウ様キングダムを未来永劫のものとしなければならない。はい、このベータどこまでもついていきます。シャドウ様の、国王陛下の唯一の妃として。よく言った。我が肥沃の自覚があるのなら、さらなる力の神髄を見せてやろう。刮目せよ。これはシャドウ様が巨大化している。目の前がシャドウ様でいっぱい。ベータさん大丈夫？もしかして気失ってた？問題ありません。少し休憩していただけですから。そう？襲撃してきた吸血鬼は今ので最後ね。サラサ、被害は？ないわよ。フレイヤちゃんの指揮のおかげでみんな無事だけど。ベータ、水飲んで。ええ、ありがとう。ですが、まさか吸血鬼たちに出くわすなんて。ちょうど拠点に戻るところだったみたいですね。運が良かったのか、悪かったのか。
どうせ拠点に乗り込んだら殲滅する手はずだったのです。先んじて戦力を削ぐことができたのでよかったと思いますよ。幸い約束まではまだ日にちがあるからね。この先の村で少し休みましょう。ゼータも負荷がかかっているでしょ。あなたは大丈夫なの？まあなんとか。私はさっき少し休むタイミングがあったからならいいけど。ねえ、ちょっと。何ですか？拠点を出た数日ずっとゼータとベータがフル稼働しているわ。ポジションを変えるか休ませるべきよ。西側に行った私たちの仲間の指揮権はアルファに渡しています。そして東側の指揮権は私に委ねられたのです。あなたの主張は越権行為でありチームの統率を乱すことに他ならないと理解していますか？そもそもポジションを変更するとおっしゃいますが、他に誰が彼女たちの代わりができますか？あなたでは力不足ですよ。ですが不満をためている人を指揮するのは私も本意ではありません。ベータ、ゼータ。いえ、このままで大丈夫です。同じく。アルファ様とは全く違いますが、フレイヤさんの方針が間違っていないことは分かります。チーム全体として最大限の能力を発揮できる無駄のない指示ばかりで合理的な判断かと。戦闘中極端に一人に負荷がかかる瞬間がある。だけどそうだね、合理的だとは思う。では引き続きお願いします。潜伏している吸血鬼残らず勝ってください。了解です。了解ということです。本人が納得して私の考えを理解しているのに外野が文句を言う道理はありませんよね。理解していただいたようで何よりです。残党は全て借りました。この辺りにはもう敵の気配はありません。そのようですね。では行きましょうか。サラさん、何でしょうか？たくさん殺した。これまでならそんなことどうでもよかった。だってシャドウ様。
要するに吸血鬼の犬です。放っておけば私たちの情報が筒抜けになっていました。確かにこんな場所に平和な村があることは私も怪しいとは感じていました。フレイヤさんもそんなことは初めから承知で、きっとあらゆる可能性を考えていたはずです。これが三英雄の地上、合理的で冷酷。ベータ大丈夫？シャドウ様、私には分かりません。この行いが正しいことなのかどうか。だって私にとっての正しさというのはシャドウ様、あなたでしたから。だからシャドウ様のいない今の私は死ねあ、しまった。ベータ攻撃に対して反撃するのは当然です。生かしておけば禍根を残すでしょうし、今のは正しい判断です。手を出さずにいたけど、王女はそろそろ限界みたい。仕方ないわね。下がりなさい。これ以上は危険よ。何を、邪魔しないで。私は証明しないといけないのよ。彼の剣を、私の剣を否定なんてさせない。無茶をしてはいけない。ルージュ、命を落としてしまえば自分の剣がどうなんて言えなくなる。未来のことを考えるべきだ。あなたの剣にはここに至るまでに経験した多くの苦労が見える。傷つき、苦しみ、それでもなお進もうとする立派な持たざる者の剣だ。何ですって、立派？天才の剣の前にあっけなく破れ、不造無造の吸血鬼にすら押される剣が。アレクシア、知ったようなこと言わないで。ルージュ、いいわ、見せてあげる、証明してあげる、私の剣が誰よりも強いってことを。邪魔よ。吸血鬼を一撃で、どうして彼女がこの姿に。なんだかヤバそう。もうちょっと離れていようかな。またこの変身、未来人の特殊能力なのかな。そんなわけあるか。こんなの元の世界でも見たことない。むしろ禍々しい。そう、魔人ディアボロスのような、制御できない力に取り込まれ我を失っているみたい。魔人か。え、
まるで魔人ディアボロスのような凶暴さ。制御を失い、理性をなくして暴れ回るこの現象。魔人化としか言いようがないわね。見たかしら？努力と研鑽によって、持たざる者の剣は最強の剣になった。私は彼を、シャドウを超えたのよ。シャドウ様を超えたなんて、そんなわけないでしょ？証明してあげる。でもね、あなたごとき打剣ではダメよ。シャドウを出しなさい。ほら右、次は左。さあさあ必死に避けないと首が飛ぶわよ。イプシロン引きなさい。アルファ様、シャドウ、シャドウ出てきなさい。シャドウは死んでしまった。それは彼女も知っているはずなのに。アルファ様サポートします。来るな。あなたの手には負えないわ。下がっていなさい。しかし、シャドウ！彼女の剣、確かにシャドウに似てるわ。力ずくで止めるしかないけど、手加減ができるような相手じゃない。シャドウ！いつまで隠れている気？あなたがそのつもりなら、いいわ！仲間を皆殺しにしてあげる。そうすればあなたも出てくるでしょう。まずい、みんな逃げ。はあ、壁が崩れる。ロンド、危ない。ルージュ、土煙で前が見えない。イプシロン559。はい、無事です。559も一緒にいます。はい、負傷もしていません。いいたわ。無事避難してて正解だった。ノナ、ルージュ。アルファ、ルージュが、ルージュが崩壊に巻き込まれた。瓦礫の下敷きになってる。助けないと。この瓦礫の中から。ノナ落ち着いて、あなたも分かっているはずよ。それは、でも…ノンナ…わかった。一旦離脱するだけよ。ルージュの安否はわからないわ。諦めないで。ありがとう。いいのよ。さあ、急ぎましょう。シャドウ様、どうかなさったのですか？なんだか…難しい顔をされています。人間は愚かな生き物だ。え？シャドウ様キングダムが覇権を取り、より良い世界となった。だがそれを理解しない者がいる。まさかシャドウ様キングダムの崩壊を目論む反抗勢力が現れたのですか？ああ、我が首を狙っているらしい。なんて愚かな。シャドウ様に逆らうなんて許せません。見つけ次第排除しましょう。シャドウ様のためなら私。ベータ。え、何、なんで驚いてるの？いえ、なんでもありません。皆さん戻ってきたんですね。これでひとまず東側の制圧は完了です。西側のアルファさんたちと合流する前に少し休憩を取りましょう。皆さん、お水をどうぞ。怪我をしている人がいたら言ってください。リリが治療しますので。オリビエさん、怪我はありませんか？ない。自分よりもあいつを見てやれ。え、クレアさん、怪我を？大したことないわ。オリビエが前に出てくれたから軽傷よ。軽傷ねえ。何よ。替えの服に着替えてるし、少なくとも服はダメになったんだろうなって。切り裂かれた？それとも返り血？
両方よ。替えの服があってよかったわ。ま、一着は台無しになったのは残念だけど。この時代の服気に入ってくれて嬉しいわ。この格好をしていれば周囲に溶け込むことができるしね。うんうん、とってもお似合いよ。クレアさん可愛い。可愛いは置いておいて、見た目だけではなく機能的な服よね。わかります、とても可愛いデザインですよね。だから可愛いとかそういう問題じゃ。いえ、毎日身につけるものですし、シャドウ様に好意的に見てもらいたいですし、大事な問題ですよ。好意的って、というかシャドウは誰？生き残りがいたのか。オリビエが気づかないだなんて。気配を消すのがとてもお上手なんですね。ま、待ってくれ。戦うつもりはない。降参する。命乞いは無駄だ。一瞬で終わる。あの、戦意はないようですが。いつも言ってますよね。嘘かもしれないし、本当だとしても心変わりするかもしれない。何にしても生かしておくメリットはないって。それは、はい、わかりました。うん、なんで。ベータさん、シャドウ様のためですから、やるべきことはやらないといけません。だからって急に。まさかベータが手にかけるとは思わなかった。急にではありませんよ。私たちはずっとシャドウ様のために動いています。それはそうだけど。何にしてもよくやってくれました。あなたのような優秀な人材がこちらにいて、アルファたちは大丈夫でしょうか。あちらにはノンナとルージュがいますけど、戦力的にはこちらより劣っていますよね。無用の心配だね。アルファ様がいれば問題ない。そんなに信用できるのか。まあね。何か問題が。別に。ただアルファが強いのは認めるが、それより強いシャドウだったか。彼はディアボロスに負けて死んだんだ。過信はするなよ。は？シャドウ様が死んだ？シャドウ、早く出てきなさい。この場所に隠れていたらいずれ見つかってしまうわ。もっと奥へ移動しましょう。ここは激戦の跡か。半壊している。ここは喉痛い。こうも瓦礫だらけだと足の踏み場もありませんね。待って、人の気配がするわ。あれ、その声はもしかしてアルファ様ですか。ベータ、あなたどこにいるの。ちょっと待ってください。瓦礫が邪魔をして出れなくて。それよりもアルファ様、よかった、無事だったんですね。無事ではあるけれど、問題がないとは言えない状況よ。そちらは大丈夫なの。崩壊具合からして苦戦したのかしら。いえ、そうでもありませんよ。東組は突入した後、迅速に吸血鬼を倒して制圧していきました。大きな被害が出ることもなく、アルファ様たちと合流するところでした。それじゃあこの瓦礫の山は。それはシャドウ様が死んだなんて失礼なことを言う逆賊が現れたからです。え？だけどご安心ください。すでにシャドウ様と一緒に殲滅しましたから。ベータ、あなた何を。シャドウは死んだのよ。オリビエ、ひどい怪我。一体何が。オリビエ、逃げろアルファ。そいつはもう、もしかして。逆賊見つけた。ベ
減った。あなた。シャドウ、早く出てきなさい。時間が戻った。不可逆の懐中時計が発動したのね。でも犬の分際で私の邪魔をしているのね。首を跳ね飛ばしてやらないと。時間軸が戻った時点でアレクシア王女はもうすでに魔人化している。つまりもう彼女を救う方法は。だけどベータはまだ間に合うかもしれない。今すぐ東組の方へ向かえば。シャドウを出しなさい。みんな聞いて、このまま隠れていてもいずれ見つかるわ。移動して東組と合流しましょう。敵の目を盗んでの移動はかなり厳しい気が。それは確かにイータの言う通りだわ。でも今ならまだベータの魔人化を防ぐことができるかもしれない。アルファ様、私がシンガリを務めます。どうぞ先に行かれてください。この状況のシンガリってどういう意味か分かってる？魔人化したアレクシア王女の力は一人でどうにかできるレベルではないのよ。覚悟の上です。ご安心ください。それに彼女はまた大暴れして周囲を破壊するでしょう。建物の崩壊に紛れてうまく離脱します。どうぞお任せください。そういうわけにはいかないわ。隙を見て一緒に脱出しましょう。ああなってしまったらあなた一人の手には負えない。全員で対処して隙を見て全員で離脱するのよ。アルファ様、はい、足を引っ張らないように努めます。見つけた。こんなところに隠れていたのね。タロウ、ジロウ、ハチ、ペスとその他、そこに並んで首を差し出しなさい。時間がない、すぐ終わらせるわ。しつけがなってないわね。牙を剥く犬は首を跳ねてあげる。ゴーゴー級、大丈夫です。やり返してくるなんて生意気ね。芸でも披露する？私が気に入ればペットにしてあげるわよ。冗談じゃない。誰が？そう、しつこいのね。ゴーゴー級、ちょっとどういうつもり？汚い手で触らないで。私が会いたいのはシャドウだけ。あんたには用はない。切り刻まれて絶命する寸前で地べたに倒れ込みながら私にすがる、そんなシャドウが見たいの。早くシャドウを出しなさい。アルファ様、言ってください。あなた本気で？早く！アルファ行こう。彼女の覚悟を無駄にしてはいけない。ありがとう。着いたわ。ベータたちがいるのはこの奥の。ああ、シャドウ様、何を。そのような虫けらの始末はベータにお任せを。剣をお納めください。シャドウ様キングダムの崩壊を目論む逆賊め、一人残らず処断します。ベータ暴れてる。アルファ様、あれは。ベータ、間に合わなかったのね。間に合わなかったって、もしかして未来から戻ってこられたんですか？そうよ、だから急いでベータのところへ来たけど遅かった。あの子の魔人化を私は止められなかったのね。覚悟の上です。
ご安心ください。それに彼女はまた大暴れして周囲を破壊するでしょう。建物の崩壊に紛れてうまく離脱します。どうぞお任せください。わかったわ。お願いできるかしら。ここはお任せください。私も木を見て離脱しますので、さあお早く。心配だけど今は彼女を信じてベータのところへ急がないといけないわ。559よろしくね。くれぐれも無理はしないで。はい、お願い、間に合って。ベータ、シャドウ様は死んでなんかいない。ベータ、あなた。イプシロン、今ならまだ間に合うわ。援護して。はい。シャドウ様が死んだなんて妄言を吹いちゃおして王国に混乱をもたらそうとしているんでしょ。そんなの絶対に許せません。落ち着きなさい、ベータ。アルファ様、どうして邪魔をするんですか。邪魔をしているわけじゃない。あなたを止めようとしているの。そんな、どうして。そこに逆賊がいるのに。まさか、また。ええ、戻ってきたわ。前回ベータは完全に魔人化してあなたたちは全員やられていたの。だけど今回は。ああ、シャドウ様、来てくださったのですね。え、シャドウ様。嘘。あ、サラさん。違う、これはシャドウじゃない。実体のない幻影のようなもの。ただの魔力の塊だ。幻影、ベータ、あなたが。違いますよ、アルファ様。そこにいらっしゃるのは本物のシャドウ様です。シャドウ様キングダムを起こして一緒に世界を統治しているんです。ベータ、ごめんなさい。あなたに負担をかけすぎたのかしら。私がついていながら。何があったの。あなたは何を感じて何が苦しかったの。知らなくてごめんなさい。だけど知りたいから全部教えてほしいの。アルファ様、私たくさん戦いました、シャドウ様のために。ええ、そうね。殺す必要がなかったかもしれない人間も手にかけました。だけどそれが正しいのかわからなくて。だって私の正しさはシャドウ様だったから。シャドウ様がいないと。よくやったベータって褒めてもらわないと。私は本当にこれでいいのかって不安で。そう、戦うことが嫌いなあなたがそんなことを。シャドウ様、あ、わかっています。逆賊は皆殺しです。あなたのためなら私はどんなことでも。この影、ベータ。アルファ様。ベータ、ごめんなさい。辛い思いをさせたわね。私が気づけていたら次は必ず救う。だから今は。幻影が消えましたね。発動者が死ねば消えるのか。ベータさん、どうか安らかに。だがこれで、いや、一段落とはいかないみたいだな。犬が増えてる。ここにいる全員を倒せばさすがのシャドウも隠れていられないでしょ。さあ出てきなさい。闇に飲まれたか。面倒ごとを増やしやがって。あんたは。あんたにも恨みがあるし、
シャドウの前にサクッとやっとく？力も速さも以前とは別人だな。だが見くびるな。お前程度ならたとえ化け物じみた力を手に入れても負けはせん。こんな、ほんとムカつく。オリビエさん、すぐに直します。来るな。あのオリビエが、このままじゃまた。あんたもよ。え、遺体を抱えて剣すら抜かないなんて舐めてるの？戦う気がないならさっさと死になさい。全員首をはねてやる。これはまずいかも。シャドウ、早く出てきなさい。アルファ、どうした？またここへ戻ってきたのね。またアーティファクトが、不可逆の懐中時計が発動した。この拠点に突入してからはもう二度戻っているわ。何があったの？説明している時間は前回以上にない。全力で向かってもベータの魔人化には間に合わない。どうすれば。見つけた。こんなところに隠れていたのね。タロウ、ジロウ、ハチ、ペスとその他、そこに並んで首を差し出しなさい。見つかった。アルファ様たちはお逃げください。ここは私が足止めを。ダメよ。その結果がどうなるかはもう分かっているの。アルファ様、もしかして戻ってこられたのですか？何？死にたくないの？だったらシャドウを出しなさい。私が用があるのはあの男だけよ。考えて。私たちが全力でベータのところに向かっても絶対に間に合わない。それに最後は後から来たアレクシア王女に殺されるはず。どうすれば。本当に見逃してくれるの？アルファ様？ええ、もちろんよ。ようやくシャドウの居場所を白状する気になったのね。気づいたのよ。シャドウをあなたと合わせたところでシャドウが負けるはずないってね。はあ？信じられないようね。当たり前じゃない。私は最強に至ったの。シャドウごときに負けるはずがない。適当なこと言ってると殺すわよ。だったら試してみなさい。シャドウはこの先の通路を抜けた場所にいるわ。いいわ。シャドウを倒した後であなたたちとも遊んであげる。アルファ様、どういう？もうすぐベータも魔人化に飲まれるところよ。そうなのですか？だけど今から全力で向かっても間に合わない。ベータは複数のシャドウの幻影を操って攻撃してくる。一方でアレクシア王女はすでに魔人化している。そしてシャドウに異常なまでに執着している。これらが私が未来で得た情報よ。魔人化した二人を相手取っても勝ち目はない。二人どころか一人でもね。だったら相打ちさせるしかないわ。アレクシア王女がシャドウに執着しているのなら引き合わせて相打ちさせればいい。ベータが作り出す無数のシャドウの幻影にね。なるほど。そこまでお考えなのですね。相打ちになった二人を制圧、その後に探すのよ。魔人化を解除する方法を。アルファ様、もっと具体的にこれまでに何があったのかは道すがら説明するわ。次は必ず救うとベータと約束したのに、こんな問題を先延ばしにすることしかできないなんて。私は無力ね。
あなたのような優秀な人材がこちらにいて、アルファたちは大丈夫でしょうか。あちらにはノンナとルージュがいますけど、戦力的にはこちらより劣っていますよね。無用の心配だね。アルファ様がいれば問題ない。そんなに信用できるのか。まあね。何か問題が。別に。ただアルファが強いのは認めるが、それより強いシャドウだったか。彼はディアボロスに負けて死んだんだ。過信はするなよ。は？シャドウ様が死んだ？逆賊が見つかったようだな。我が出よう。ベータ。ベータ、そんな、どうして？フレイヤ、下がれ。逆賊が、逆賊がたくさん！オリビエさん！さすがに手ごわいか。だが、はっ！ああ、シャドウ様、なんて美しい剣筋なのでしょう。強いだけではなく、思わず見とれるような、それでこそ私の王です。何言ってるんだよ。シャドウなんてどこにも。はあ、ゼータ、あなたまで何を言っているんですか。シャドウ様はご健在です。まさか反抗勢力に取り込まれてしまった。はあ、そんな、どうしましょう、シャドウ様。あ、主、しかも複数。惑わされるな、これは幻影だ。ゼータ、シャドウ様が怒っていらっしゃいますよ。早く平伏して謝ってください。実体がないのに重い。よくもシャドウ様キングダムの崩壊を目論みましたね。その愚かな野望もここまでです。ゼータ、助太刀する余裕はない。そっちは自分でどうにかしろ。自分でって、幻影とはいえ主相手に私がどこまで。ゼータさん、リリちゃん、私とクレアさんで時間を稼ぐわ。その間にゼータさんの治療と回復を。は、はい。もし本物並みの実力だったら、だったら稼げる時間はほとんどないわ。でもやるしかないのよね。このままじゃ全滅しちゃうって思うから。シャドウ、あ、見つけた。しかもたくさん。アレクシア王女、なんで、どうしてその姿に。シャドウ、あなたを倒すために探していたの。ここでその首を落としてあげるわ。首？シャドウ様の首を狙う反抗勢力？ああ、あなたも敵なんですね。シャドウ様を狙う不届き者。何、うるさいわね。あなたに用はないんだけど。これは一体。無事に出会ったようね。アルファ様。シャドウ、あんたを殺して証明するわ。この私の剣が最強だってこと。ほら、死んじゃった。何を言っているのか理解に苦しみます。シャドウ様がやられるはずないでしょ。ああ、なんて凛々しいお姿。シャドウ様キングダムの民はなんて幸せなのでしょうか。一度超えてしまえば、あとは何度だって倒せるわ。シャドウ様。ほらね、
すがシャドウ様、やられたと見せかけて増殖し相手の心を折る作戦ですね。なんですって。いいわ、何回だって倒してあげる。何も言えないな。ベータが出現させた幻影のシャドウをアレクシア王女が次々に消していってる。どんな光景だよこれは。幻影も含めたあの3人、誰をとってもそう。私たちが数人がかりで飛びかかっても相手にならなかったものね。だからこそこれは好機です。彼女たちが戦っている間に私たちは脱出しましょう。二人を置いていくの？他にいい案がありますか？それは置いていく気はないわ。相打ちになったところを抑えるのだけど、ここに居続けても巻き込まれるだけ。一時的に離れましょう。わかった。この道も行き止まりのようですね。まさか侵入してきた経路が崩落してるとはね。アレクシア王女が散々暴れた影響かしら。逃げた吸血鬼が追っ手を巻くために破壊した可能性もあるわね。見つけました。ベータ、シャドウ様に反抗する勢力をみすみす逃すわけにはいきません。彼の隣に立つ王妃として処理します。王妃？何を言ってるのか全然わからないわ。いい加減正気に戻りなさいよ。正気？それはこちらのセリフです。なぜあなたたちがそちらに組みしているんですか？なぜシャドウ様キングダムの平和を脅かそうとするんですか？全然話が通じないんだから。あの男の幻影はいないようだな。幻影は王女と戦ってる。疲弊してるし多分もう出せない。叩くなら今か。待ってください。ベータさんと戦わなくても説得をしてみるのはどうでしょう。は？説得？はい。ベータさんはリリたちやアルファさんたちが憎くて絶対に倒したいってわけではないみたいです。だからリリたちがその反抗勢力、そんなのじゃないって話せば戦うのをやめてくれると思うんです。ベータは妄想と現実の区別がつかなくなっている。話にならない相手をどうやって説得するつもり？話してみないと本当に通じないか分かりません。心を込めて話せばきっと。そんな時間はない、さっさと行け。それはできません。だからこの状況が分かって。違います、オリビエさんを置いていけないと言ってるんです。お前。私もリリの考えに賛成です。オリビエ、リリ、ここは二人でお願いできますか？負けなければよくて、勝つ必要はないのですから、死ななければよいのです。そしてリリがいる以上、オリビエは絶対に死なない。逆に言うと、リリだけは死守してください。はい、任せてください。相変わらず非人道的なことを言うやつだな。だがまあいいだろう。二人を信頼してこそですよ。よろしくお願いします。リリ様、さっきベータを説得しようとしていたけど、暴走した仲間の姿は散々見てきたはずだ。出会ったばかりのベータをあそこまで気にかけるなんて、愛が深いといえばそうかもしれないけど、少し幼い印象もあるような。みんな急いで脱出経路を探しましょう。オリビエとリリが稼いでくれる時間を無駄にはできないわ。アルファ様、誰か来ます。あれはシャドウは全員倒したわ。
これで私の剣が最強だって証明できたでしょ。アレクシア王女、ち、間の悪い。見たところ満身創痍、肩で息をしてるし、体力もかなり消耗しているみたいね。これなら私たちでも。シャドウ様を倒したなんて、またそんな妄言を吐くんですか。ベータまでオリビエとリリが抑えててくれたはずじゃ。そのつもりだったんだが。よかった、オリビエちゃん、リリちゃん無事だったのね。はい、なんとか。幻影を倒して戻ってきたアレクシアが見えたんでな、こっちまで誘導してきた。いい判断です。ベータもアレクシアも消耗しているようですから、あとは妄言じゃないわ、事実よ。そんなはず、そんなはずありません。シャドウ様、シャドウ様、ほーら、呼んでも出てこないじゃない。ベータ、そろそろ決着がつく。シャドウ様は私たちを残して消えたりしない。それがどうしてわからないのよ。ベータさんもかなり消耗していたようですが、それでも彼女に分があったようですね。シャドウ様を愚弄する者にとどめよ。ベータ、アルファ様、そこをどいてください。ベータ、アルファ様、話して。よく頑張ったわね。シャドウがいなくなって不安な時に負担をかけてしまってごめんなさい。あなたの気持ちに気づくことも寄り添うこともできなかった。何、シャドウ様はいなくなってなんか。好きでない戦いをたくさんさせてしまった、頼りすぎてしまったの。こんなあなたを見たらシャドウはきっと褒めてくれるわ。よくやった、さすがベータだって。だからゆっくり休んで。おやすみ、ベータ。外に出られた。さすがにもうダメかと思ったわね。拠点は壊滅させることができたけど、失ったものも大きいわ。ベータはまだ気絶したままです。途中意識が戻る様子もありませんでした。だけどリリ様が。ルージュさん、ルージュさん、このまま布に巻いて運びましょう。ノンナ、運ぶのを代わろう。拠点までは距離がある、交互に。いや、いい、私が運ぶ。だがこうなった以上、私がルージュにしてあげられることはもうそんなに多くない。だから一つも取りこぼしたくないんだよ。そうか。ルージュは崩壊に巻き込まれたんだよね。ええ、巻き込まれた地点あたりで遺体が見つかったわ。もはや誰だかわからないくらいひどく損傷していたけどね。フレイヤさん、やっぱり私。言いましたよね、ダメです。いくらリリでも死んでしまった人間を治すことはできません。たとえ姿形が元のルージュに戻っても意味はない。あなたが消耗してしまうだけ。 でもだってそんなことルージュも望んでいないのでは。ルージュさん、行こう、早
早く綺麗な姿に戻してあげたいんだ。いつまでも血まみれの服なんて。そうね、彼女のお気に入りの服を選んであげましょう。すごく優しくてごめんなさい。泣いてばっかで。気にしないで。私とオリビエは死に慣れすぎている。あなたの涙は私たちの涙よ。代わりに泣いてくれてありがとう、リリ。三英雄、伝説で聞いていたイメージとはかなり違ったけど、オリビエ、卓越した運動能力と剣の技巧、フレイヤ、無慈悲なほどに冷静かつ正確な指揮、リリ、人間離れした膨大な魔力量。まだまだ未熟なところが多いけど、間違いなく突出した能力を持っている。これから彼女たちが伝説で語られる英雄になっていくのが、なんだか少しだけ楽しみだわ。ベータとアレクシア王女もガンマと同じ場所に幽閉しておきましょう。一緒でいいの？目が覚めたらまたやり合うかもしれないよ。今度はガンマも巻き込んで。その時は雪目？寝てるの？まさかあなた見張りもしないでずっと眠って。待って、眠ってるんじゃなくて気絶してる。え、オルフォ様？ガンマが。ああ。魔人化が戻ってる。ふーん、こんなもんなんだ。赤黒く濁っていたとしても、魔力は魔力だね。まだまだ不可解なことは多い。だが、すべての断りはいずれ、赤き月のもとにさらされるだろう。ですが、ゆめゆめ、目を離しませんよ。これまでの研究が、怪人に帰す結果となるやもしれません。何にしても、我らの崇高な目的へ、また近づいた。本当によくできた世界だな。